文春文庫から女帝小池百合子が出た。文庫本には小池と同じ下宿だった北原桃代さんの証言が追加されている。小池百合子はカイロ大学を卒業していないし、そう嘘をついている。そのことはものすごく怖い。小池は1973年10月にコネでカイロ大学2年生に編入された。1976年5月に進級試験に落第。1976年7月から JAL でアルバイト。サダト大統領夫人が訪日するという父親が情報をよこし、アラビア語を活かせるチャンスにするようにアドバイス。小池はマスコミに売り込み、大統領夫人のエスコート役を務めるのは日本人の若い女性だ、と。小池は北原さんに新聞記事を見せた。そこにはカイロ大学を卒業していて唯一の日本女性だと。北原さんが嘘をついたの？と聞き出すと小池はうんと